こんにちは、おばらんです。今日は、ブルー系から、このターコイズブルーと、ピンク赤系の中から、このクリムソンの色を使いたいと思います。この2色を組み合わせて、ちょっぴり大人っぽい雰囲気のお花のピアスを作ってみたいと思います。今日使うものは、透明のレジン液。着色剤ビトラーユのターコイズ、クリムソンの2色を使います。お花の形を作るのに24ゲージのゴールドのワイヤーを使っていきます。そして最後装飾として小さなブリオンを使います。まずワイヤーを5センチくらいにカットします。今日作る花びらはこんな形です。今回この花びらをカクカクさせるんですけど、これを作るのに今回はこのペンチを使っていきます。このペンチとても小ぶりで持ちやすく使いやすいんですけど、この先っぽをよく見てみると先に向かってだんだん細くなっていってます。で、この根元のところは平らになっているので、今回はこの平らな部分を使って加工していきます。まずペンチのこの平らな部分でワイヤーを挟みます。だいたい半分ぐらいのところになるように。で、このままペンチに沿ってこのワイヤーを直角に曲げます。反対側も同じように曲げます。そうするとワイヤーがカクンカクンっていう角が2箇所できました。で、今度は反対側を同じようにペンチの平らな部分で掴みます。で、同じようにこのワイヤーをペンチに沿って曲げていきます。そうするとこんな感じで四角ができました。ペンチを使うことでここの長さとここの長さが両方ともちゃんと均等に同じ長さでこう折り曲げられるので、ペンチを使うのがとっても簡単で便利です。この長いワイヤーを少し伸ばします。こんな感じで花びらの形を作っていくので、ちょっとこれを少しこうキュッキュッと幅を狭くしてあげて、これで花びら1枚完成です。あとはこの重なっている部分をカットします。今回は花びらを二重で重ねていくので、12枚これを作ります。こんな風にワイヤーからちょっとレジンがはみ出たりするかと思うんですけど、今回はこの花びらと花びらの間にもう一枚花びらが来るので、ここは特にこう漏れてしまってもあまり気にならないと思います。
回お花の真ん中の部分も同じ24ゲージのワイヤーで丸く作りました。もちろんワイヤーで作らなくても丸カンで代用しても OK です。今回はワイヤーの大きさを統一したかったので同じ大きさにしました。というわけで今回はこんな感じの仕上がりになりました。いつも作っているこういったお花のピアスは本物のお花があって、そのお花の色味や花びらの形をできるだけ真似して本物に近づけて作っているんですけど、今日作ったお花は単純にこの2色を使ってお花を作ってみたかったので、この周りの花びらもあえてちょっとこうカクカクした感じの本物にはなさそうな感じで作ってみました。この赤っぽいオレンジっぽい色に真ん中のターコイズがすごくしっくりきたので、いい感じの差し色になってくれてるような気がします。で、この真ん中のターコイズの周りにちょっと小さなブリオンを並べてあげることで、少し華やかな仕上がりになったかなと思います。今日のこのピアスはこの後ろ、耳にフィットするタイプのこのピアスの金具で仕上げました。揺れるタイプがお好きな方はこんな風に丸カンとこのピアスの金具をくっつけてあげても可愛いと思います。
色味がとっても大人っぽいので個人的にもとても使いやすいかなと思います。今回作ったこのお花のピアス、もし可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また明日も動画アップしますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。